グランもね、同じようにね、やるよ。来ました。タイヤもね、やるのがね、結構お気に入りなんだよね。だタイヤワックスで、なんか黒くするんじゃないよ。タイヤは綺麗にすればいいんです。そうか。上塗りで綺麗にするのではなく、そうです。タイヤ本来の美しさを引き出す。そうです。タイヤがね、新品のタイヤが黒くてテカテカしてるのは、うん、タイヤを型からポンって抜くときに、型に張りゴムが張り付かないために型に離型剤って塗られてんの、型から抜くための。だからその離型剤がついてるからテカテカしてんので、それは本当のタイヤの美しさじゃないの。本当のタイヤの美しさはそこのゴムの中からこう自然ににじみ出るようになってて、油分がそれで自然なゴムの美しさになるの。深い話してますよ今。そうはあ、だから本当は何も塗らないのが一番なの、すっぴんでいいんですね。すっぴんでいいので、タイヤが白っぽく汚れちゃって、なんかタイヤって白っちゃけてくるでしょ、白っぽく、はい、あれはだから汚れがタイヤにいっぱいついちゃってるからそうなっちゃってる、なんかメイクアップの動画みたいですね。本当同じなの。同じなの。余計な上塗りはしなくていいんですね。そうなの。その素肌が持つ本来の美しさを引き出す。そう、ただね、その洗剤もね、その油分を必要以上に落としちゃう洗剤だと、そのゴムだからさ、油が抜けちゃうんで、やっぱそれはそれでゴムが白くなっちゃう。はいはいはい、それあのお肌だってそうじゃん、お肌にさ、なんかすげえ油分落としちゃう洗剤で洗っちゃったら、お肌パサパサになっちゃう。そうですね、痛みますね。そう、だからやっぱそのこのコロイド洗浄剤っていうのがまさにその油分を落としすぎないで、汚れだけ綺麗にね落としてくれる洗剤なの。勉強になるな。そう、どんどん綺麗だね。そうだね。早いっすね。そうですよ、超効率いい。今ポイントは、その拭き方のポイントはどんな。まああんまないよ、裏側だから。でもやっぱりね、隅、例えばこういう重りのさ、こういうとこさ、残るとかっこ悪いからさ、ちゃんとこう爪の部分使ってさ。爪も使う。あとこういう中もちゃんとこう指をさ沿わしてやってるよ。で、あとここだよね、ここはさ、そこアップしてます。ちょっとね、ちょっと横にする、横にする。よいしょ。寝かせ、タイヤちゃんも疲れてきたでしょ。でね、横にするときはこう傷つけないようにさ、はい、横にするときのポイント、ちょっとなんかこれお風呂マット、お風呂マット敷きまして、ほんとお風呂だね、でね、これちょうど ここね、溜まるから洗剤が。あ、大丈夫？マー君、膝がびちょびちょだよ。マー君一生懸命、僕も綺麗になりたいです。すげえ、マー君一生懸命だよ、膝ついて。こんなより、ね、よりアップでね、もうお届けしたいんだね、皆さんに。こんな一生懸命なマー君にさ、ほんとうるさいとかさあんまりさ、いいんだけどさ、僕正直なんかあれだよ、 あんなにコメントで叩かれることってあんまないので、ちょっと泣きそうになりました。マジでやばいよね、これ。マー君の素性を少し紹介した方がいい？ちょっとだけお願いします。マー君はね、秋田で結構有名なタレントさんなんですよ。テレビとかラジオとかいっぱいやってるわけですよね。もうプロですよ、プロ。言っちゃったね、いきなり。ありがとうございます。そんなプロがね、うるせえとかね、あなたたちはね。いや、僕もプロだよ。そうです。なんなの、ちょっとね。あ、で、ここでね、あ、来た来た、ここ。これね、ここのためにあんの。ここさ、別にいいじゃん、こんなとこ綺麗にならなくても。文字が書いてあるの。見えないけど。文字が書いてあるのよ。で、本当はやっぱこういう硬いブラシでやりたくないけど、でもまあね。まさに神は細部まで宿る、その言葉通り。そう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 。ここにも神が宿っている。ここね。この溝。うわ。まあこういうのもさ、こう1年に1回ぐらい落としてあげないとさ、ええ、取れなくなっちゃうじゃん。まあ、見えないんだけどね、つけたら。見えないとこまで綺麗にするのが村上流。そりゃそうですよ。そりゃそうですよね。流します。
大体いいよね。うわ気持ちいい。こんなところにしとく。それともタールピッチリムーバーもやる、うん、そのタールピッチリムーバーで狙う汚れはもちろんタールピッチ。これとか、ね、これとかこういうところがあります。ある見える、はい、黒いの。あそうピコンピコン。じゃあやるか。こういうところ。じゃあ一回ね、この黒い点がなくなるというんですか。タールピッチかける前に一回ちょっと水をね、はいはいはい、取るね、はい、タールピッチってさ、はい、油っぽい洗剤だから、油を落とすには油だから、油っぽい洗剤だから水と一緒になると、こうなんていうの、あの混ざんないから、ちょっと一回水気をざっと取るよ。はい。よいしょ。よし。そしたらこれタールピッチリムーバー。これもね、あの容器変えました。昔買っていただいた皆さんはね、同じような白い容器だったんだけど、あのちょっとこれ油分の洗剤なんで、なんか揮発して容器がペコってこうへこんだりするから、あの金属の容器に進化させました。中身によって容器も変えます。そうです。それが村上流。そうです。ビューティフルカーズ。それいいの。またうざいって言われるけどいいよ、どんどん出してこ。で、もうこれもね、このマイクロファイバークロスに、これ乾いたやつに水で濡らすと、ほら水と混ざんないからね、こうこんな感じでこう湿らしてさ、ちょっとね、ね、で、でどこなんだろう、どれだろう、これどこだろう。あ、さっきの、じゃあちょっとまず、あ、これにする、これ絶対取れるから。ちょっと待ってくださいね、今そこアップにしますね。あ、そうだ。あ、いました。そこ、はい、ピンポイントでアップにしてます。いきまーす。はい。こうね、塗るのね。はい。で、ほら、ほらほら溶けた、溶けてさ。本当。本当だ。ねえ。It's a magic! こんな感じでね、まあ、取れそうなところを狙いながら、されたで、これね、はい、タイヤにつけちゃダメだからね、タイヤのゴムがめっちゃ抜けてタイヤが白くなっちゃうから。あ、それやだ。そう、タイヤの黒もとかしちゃう。そう。あ、ちょっと待ってください。狙うはどこ行きますか。え、ここ見えないよ。ここに、ここにある。見える？見えないよ。そこアップに、あ、あったあった、いました。あった。それ、はい、こうね、これ、はい、ゴシゴシするんじゃなくて、はい、ちょっと待ってね。まだいます。こう湿らしてね、はい、ドラップにします。溶かしてね、溶かして、うん、いや、これ違うかな、なんか取れなかったら鉄粉だから。ああ、原因が違う可能性もあり。そう、そうだね。あ、これは鉄粉かもしれない。うん、これ取れない。これ取れなかった、ね、で、これは鉄粉なんで原因が違う。さっきの果実さんとかでもっと頑張れば取れるの。ただまあね、こうなんていうの、完璧にしなくてもだいたい良くない。だいたいっていうかもう十分いい。そうだよね、これで 6年だから。ビューティフルカーです。そうなの。ビューティフルタイヤ、ビューティフルホイールです。そう、もう完璧にしたい人はね、あ、これは違うんだなって言ってまた違う洗剤でね、コツコツやってみて。なんか楽しいですね。あの問題解くみたいな、数学の問題解くみたいな感じ、ね、これにはこれみたいなね。あ、綺麗になるな。当てはまる公式とそうじゃない。まあでも科学なんじゃない？だから汚れと汚れとさ、うん、あの洗剤の化学反応だから。はい、で、まあ汚れなんてね、うん、その大して種類ないので、うん、だからコロイド洗浄剤とね、うん、タールピッチリムーバーとね。あと果実さんクリーナーとね、あともうちょっと強い洗剤のね、ウォータースポットリムーバーとね、まあ、数種類の中から、まあそれでほとんど落ちます。はで、それでも落ちなかったらもう物理的にね、削り落とすしかないから、もうそれ磨くみたいな話になるんだけど、磨きは最終手段。まあ、だってあんま磨かない方がいいよね。塗装もなくなっちゃうしさ、車だって痛いですよね、削られた。そうそうそう、うん、で、ゴシゴシすると傷ついちゃうから、うん、ゴシゴシしないで維持すると、うん、こんな感じなんだよね。もう一回聞きますけど、これ 何年使ってるんでしたっけ。何年だから何年なの。車自体は今度7年目になるから6年使ってるのかな、うん、そんなに使ってこの綺麗さを。ちなみにタイヤはね、もう3本目だから、うん、あの何、あのタイヤが減ってね、うん、もうタイヤは3、これ3個目だから、だからそれぐらい使ってるんですよ。いいな、うん、まあ、しかも僕あの割とガンガン走るからね、かなりドライブしますね。全く大事にしてないよ。
距離も走るけど、あの走り方もあの僕峠攻める人だから。そうなんですか。あ、そうだ、もともとね、はい、レーサー志望だから。レーサー志望だと皆さんご存知ですか。村上さんは実はレーサーになりたかったんですよ。そうですよ。そうで、そっから始まったんですよ。学生時代はね、AE86 に乗ってましたよ。あのイニシャル D で有名なまさにそっくり村上豆腐店って書けとか言われながら。マジっすか。あ、学生時代じゃねえ、社会人になってすぐか。はい、走り屋だったんですね。そうですよ。どの辺走ってたんですか。僕その時新潟にいたんだよね。ああ、新潟は新潟走ってましたよ。いろんな峠がありそう。シーサイドラインとかいうところと、ヤヒコスカイラインってところがあってですね、僕は高速スピードが出る方が好きだから、あのシーサイドラインの方が好きでしたけど、あの昔ね、首都高バトルっていうね、土屋圭一とかも出てたかな、なんかそういう、ね、走り屋映画あったんですよ。あれで舞台になりましたからね。新潟の。そう、あのそこのシーサイドライン。シーサイドラインが。そうですよ。まあ、新潟の皆さん見てますか。最高時速はさ、60キロ、60キロ。そうですよね。もう法定速度を破ったことないですもん。60キロで。当たり前じゃないですか。ヘアピンカーブも60キロ。当たり前じゃないですか。まあそんなわけねえけど。よし。じゃあね、あとこれでタールピッチリムーバーってさ、うん、油分が強い洗剤だから、どうしよう、まあ、最後にコロイドでじゃあもう一回少しそのタールピッチリムーバーの油分をちょっと流すね。それでもうおしまいで大丈夫。できました。両方こっちも流すか。水で流しな、あ、これ、ちょっとこう今のタールピッチリムーバーをよいしょ軽く洗い流そうか。よいしょ。この四角いスポンジ来ましたよ。ごめんね、ごめんね、膝が全然もうマー君膝濡れまくって。僕も綺麗になりたい。間違った。よいしょ。説明しながら洗うのって難しいよね。これはもう いろんな、うん、その洗うものっていっぱいあるんですね、うん、その車一つとっても、まあ、ボディ、そうホイール、タイヤ。これホイールさ、この前の洗車の時もさ、ざっと洗ってたじゃん、はい、だから普段はあれでいいんだよ、こう裏側もさ、あのコップ洗いでこっち側からさ、洗ってたでしょ、はい、ただやっぱりね、こうせっかく外してんだから、つける前には1回ぐらいね、ちゃんとこう洗ってあげた方がいいよということだよね。この見えない裏側を洗うっていうこと、皆さんやってるんですかね。あんまり やる人いないし、あとやっても綺麗にならないもんね。よし、最後ね、はい、必殺純水ですすぐよ。来ましたよ。やっぱ純水ね、ホイールも純水ですよ。それはそうですよ、ね、なんで純水じゃなきゃダメなんですか。やっぱ水道水はさ、乾くとね、水道水に含まれてるミネラル分がね、白く残っちゃうの。あのお皿とか洗ってさ、乾かしちゃうと白く残るでしょ、はい、だからこのミネラル分が全く含まれてない純水ですぐことによって、乾いてもそういう、シミが残らない。なるほど、よくわかりました。もちろん拭くんだけど、でも完璧に拭けるわけじゃないし、拭き筋とか出るでしょ、だからまあ純水ですいであげた方がいいですよね。はあ、そんないいこと尽くしの純水器、どこで売ってるんですか。ビューティフルカー見事な連携プレー。これだとね、そこの地域の水質によって、まあ、フィルターの交換頻度って違うんだけど、はい、秋田の場合は、だいたい2400リットルぐらいね、純水が作れるんです。ほうほう。9000円のフィルターで、税込み9900円のフィルターで、で、そうするとね、1リットルあたりね、4円いかないぐらいなんですよ。だから今ね、多分ね3リッターぐらいしか使ってないから、純水もったいねえじゃんと思うけど、今はだから12円ぐらいですよ。ものすごくコスパいいんですね。意外とね、まあ本体高いけどね、一回買っちゃえばね、いいですね。ずっと使えますよね、丈夫ですから。そう、で、手間もかからず綺麗でさ、ホイールがこんなに綺麗に持つんだったらさ、なんかホイール、なんかコスパいいと思うんだけどね、僕はね。で、最後、はい、このクロスにイージーグロスコートナノを
ナノテクノロジーの吹きかけて、シュッシュ、最初だけ2回ぐらい、はい、もうこれでね、うん、水気を拭きながらね、はい、こう、まあこれでざっとトップコートかかるから、こう汚れが、まあツヤも出るしね、汚れがつきにくい状態にします。そうそう、でここはね、やっぱ傷つけないように優しくね、はい、よし、気持ちいい。どう、こんな綺麗になると思わなかったでしょ。いや、あの正直、はい、想像してませんでした。こんなに綺麗になるなんて。これ怖いよね、すごい綺麗。前にね、同じ車のね、同じホイールでね、新古車買ったことある。お客様がね、うん、あの同じ車が欲しいって言うんで、こうオークション、業者のオークションで探してね、はい、新古車買ったことあるの、もう走行距離全然走ってない、うん、新古車ね、これより傷ついてたからね。あらー、うん、もう磨いてあげたもん。そしてどうしようかな、タイヤは最後、タイヤは最後、そう、新品ですよ、うん、普段のメンテナンスが大事なの。ここはね、あえて何もしないですよ、うん、あの機械的に大事なとこだからさ、うん、変にいじんない方がいいからね、性能をちゃんと保ちつつ、そう、できる限り綺麗に。そう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 、よいしょ。まだ40分くらいしか経ってない。逆に40分もかかった。これね、本当は1本15分ぐらいでやるよ、1人だったら。あ、そうなんですか、うん、ザザザっとね、あのそんなね、4本で1時間ぐらいで終わりたいね。でタイヤもね、はい、イージーグロスコートなのもね、ちょっともったいないけど、タイヤちょっと多いめがいいんだけど、でこうね、おお、うわ、あ、なんかツヤっぽくなった。いや、これね、これは油じゃないから、よくね、まあこれぐらいちょっとこうタイヤの本来の汚、はい、油みたいなのを取れるけど、なんかタイヤワックスとか塗ってるタイヤだと、もうギトギトに真っ黒になっちゃうんだけど、うん、まあこんなくらいで、これ洗ったらまた全然使えるから、汚れが取れるっていうかね。これ後で乾いたらさ、 よく見てみて、今濡れてるからさ、こう黒っぽく見えるから、うん、乾いた後に見てみて、すごい自然にね、綺麗だと思うんですよ。今回ね、タイヤはね、あの韓国のね、クムホってタイヤを使ってみてんの。どんなタイヤなんですか？これね、なんだろう、もともとこの車ってグッドイヤーっていうメーカーのタイヤがついてて、まあ、あとミシュランとか使う人もいるんだけど、だいたい1本ね、2万3000とか5000とかするの。ほう。で、クムホはね、韓国のタイヤでね、全く同じようなこのパターンで、同じようなグレードなのに、1本9000円ぐらい。安っ。で、どうなのかなと思ってつけてみました、うんうんうん、どうですか。うん、なんて言えばいいんだろう、やっぱりちょっとね、ちょっと違うんだけど、でも9000円だったら超いいよねみたいな感じ。あとね、このなんか安いから、例えばこうすぐ白っぽくなっちゃうとか、もうすぐひび割れるとかがないかもチェックしてるんだけど、どうですか、なんかね、ちょっと乾かして後で見てみよう、多分いいよね。でも意外とね、クムホいい、いい。クムホ韓国やるじゃん。クムホいいと思う。クムホ。そう、ただなんかまあ、あれは違う、ちょっと。あれというと2つ違う、ね、まあ、高速とか走った時に、こう縦合成、縦の、ね、タイヤのね、うん、合成って言うんですけどね、うん、合成の均一度が多分少しなくて、うん、ちょっとこう縦振動がね、うん、ちょっとくる、うん、でも本当はホイールの組み方で多分だいぶ改善されるんだけど、うん、そういう組み方してくれるタイヤ屋さんって全国に数軒しかないから、うん、そのうち僕がやりたいかなと。整備士でもありますからね。そう、あとグリップ力はね、やっぱりなんかちょっと頼りなくて、なんかグッドイヤーのタイヤはね、うん、警察の方は見てないっていうことで、まあ、てかまあ別にやったとは言わないけど、死ぬ気でコーナーに突っ込んでいけるんですよ。死ぬんじゃねえか、でもタイヤを信じていけみたいな。これはね、信頼できる、グッドイヤーの、これはね、こっちの組む方は
死ぬかも。そんな違います、ね、だからちょっとそこまでいけないっていう。まあまあそんなスピード出すことってないですけどね。普通ね。普通ね目が泳いでますけど。普通ね。そう。まあそういう違いはあるけど、普段乗ってるにはすごい快適だったよ。よし、じゃあこれね乾かします。休憩の割にはなかなか乾かしましょう。はい。はい。ね、さっき果実酸クリーナーって使ってたじゃないですか。あの酸性の洗剤ってこういうね素材にはね使わないでください。これクロムメッキとかだと思うんだけど、こういうなんかアルミの字がそのまま出てるみたいなやつはね、もしかしたらそのアルミと反応して真っ白にアルミが溶けちゃう可能性があるから、これ使わない方がいいです。まあ、もしくはこう目立たないところで試して大丈夫だったら大丈夫なんだけど、うん、基本は使わないでください。まあ、この金色が取れちゃったりするかもしれないし、芸術品です ね。これ新品だから綺麗なんだけど、だこういうのはもうコロイド洗浄剤でまめにまめに綺麗にして、もうなんか果実酸を使わなきゃいけないぐらいの汚れをためない方がいいというか、それしかない。うん、ずっと見てた、はい、ね、こういうのにはこういう素材は酸性の、果実酸クリーナーとかウォータースポットリムーバーは使わないでください。はい、はい、今日天気いいので外に出て外で乾かすことになりました。はい、ちょっとね、はい、水気をすぐ乾かそうと思って持ってきました。うわ、シャイニング、ね、まずポイントはさ、この黒いところをこうなんだろう、太陽の光さ、ちょうど反射させてこうスポットライトみたいにできる。ほとんど傷がないよね。こういう感じで太陽が来てる。来ました。はい、ね、ほとんどね、ここに反射してます。ほとんど傷がないですよね、はいはい、うん、であとはタイヤね、はい、タイヤワックス塗るとこう、ね、もちろんこうもっと黒くなるんだけど、うん、しっかり洗ってるだけで、うん、どうですかね、この自然な感じ。あ、タイヤ本来のね。ちょっとさ、この溝の中ほら洗いきれないからちょっと茶色いでしょ、うんうん、映るかわかんないけど、まあ、まあマーク見た感じでも、うんうん、全体がこうなっちゃったらなんか汚いから、うん、タイヤワックスとか塗りたくなるけど、うん、綺麗だから、で馬豚毛のブラシで洗ってるから、うん、うち傷もついてないでしょ。本当だ、ね、でワックス塗ってるわけじゃないから、このこことここの色の違いとかもなくて、うんうん、ね、自然な感じで、コロイド洗浄剤は油分も余計にこう落としすぎないから、うん、まあ、こんな感じで自然になります。これがタイヤ本来の美しさなんだ。そう、まあ、もしどうしてもタイヤワックス塗りたかったら、うん、水性のシリコーンの水性のタイヤワックスってあるんで、うん、まあ、それを薄くクロスにとって、うん、もう綺麗に薄く塗っていくと、うん、まあ、本当にその買ったばっかりのタイヤみたいなちょっとツヤっとした感じは出るけど、うん、どうせすぐ取れちゃうんで、雨とかで、うん、だからこれでいいよね、うん、もう取れちゃうんだったら、そう、そう、この本来の美しさでね、僕は言ってます。はーい、シームレス、この辺がもう滑らかなんですよ、これ皆さん。はい、じゃあ中で、どうですか、中に行きましょう。しょう、はい、というわけで、はい、今日はホイールをきれいにしてみました。うん、ちょっとどう自由に、きれい、感想、新品じゃないですか、これもう。そうね、はあ、まずこのロゴ、綺麗、ね、そう、この穴とか、なんかさ、際の部分とか黒い点々もほぼなくなったし、シルバーがさ、ね、なんかもう、こうなんていうの、青白いっていうか、はい、ね、あとさ、はいはい、ツヤツヤだと思うんだけど、うん、このツヤはだからさ、なんか塗ってツヤ出してるんじゃなくてさ、うん、傷つけてないってこと、なんから大事に使ってる、うん、傷とシミがないっていう、うん、だからまあ本当あれと一緒だよね、うん、タイヤってさ、あれでしょ、高速道路だとその時速130キロとかでさ、回るわけじゃん、はい、綺麗に保てるわけねえだろうって思いそうでしょ。普通そう思います。これが現実。うわ、はできるんだ、こんなことが。そうですよ、しかも裏側までね、裏側もいいですか、裏っすよ、
見えない部分もこういうとこねこういうとこまでね、うん、溝の中とか、うん、汚れがない、ね、こういう部分も、うん、メイクと一緒ですね。そうですね、普段の洗顔が大事、肌をきれいに保つ、うん、ってことだね。歯医者さんの普段の歯ブラシ、うん、とも一緒。はい、うわ、恐れ入りました。はい、ありがとうございます。綺麗になりました。はい、というわけでね、皆さんね、こんな感じでタイヤをね、きれいに保ってみてください。で、僕のおすすめはやっぱりね、さっきお見せしたみたいなクロムメッキみたいなホイールとかかっこいいんだけど、きれいに維持するという点で言うと、これね、シルバーで塗装されてるんで、これ塗装されたホイールいいですよ。もちろん色がついてるのでもいいですよ。で、形もね、シンプルな方が良かったりします。まあそれはね、人の好き好きなんだけど、きれいに保つんだったら塗装されていてシンプルな形でかっこいいのがおすすめだったりします。ということで、今日の動画ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。で、コメント欄もたくさんのコメント楽しみにしています。楽しみしてます。はい、まあね、こうした方がいいよみたいなコメントもぜひね、建設的なご意見でしたらね、マークもね、はい、たくさんいただきたいんですけど、はい、どんどんください。単なる非難みたいのは、まあこれはね、 SNS の礼儀だと思うんだけど、なんかお前面白くねえよとか顔がキモいみたいのは、まあそれは、ご自身の SNS で発信していただければと思います。まあこれからあんまりその辺触れないでいこうか、ね、あんまり引っ張られてもね。はい、はい、じゃあ、ということでまた次の動画も楽しみにしてください。